二人は何か学問上のことで意見が違っただけなんだな、と彼は考えた。そして、もともと学問的熱情などを持っていない。財産、譲渡、証書、作成のことだけは別であるが、男なので、ただそれだけのことさ、と付け加えさえした。彼はしばらく友人の気が静まるのを待って、尋ねようと思ってきた例の問題に近づいた。君は彼が世話しているハイドという男に会ったことがあるかね？と彼は聞いた。ハイドとラニオンが聞き返した。いや、そんな男は聞いたことがない、これまでにね。弁護士が大きな暗い寝床に持ち帰った知識はそれだけだった。その寝床で彼が寝つかれずにしきりに寝返りを打っているうちに、真夜中も過ぎてだんだんと明け方に近くなった。まあ、暗闇の中で考え悩み、いろいろな疑問に取り巻かれて思い惑った彼にとっては苦しい一夜であった。アットソン氏の住居のすぐ近くにある教会の鐘が6時を打った。それでもまだ彼はその問題を考え続けていた。これまでその問題は彼の知的方面だけに関していたのであった。ところが今では彼の想像力もそれに加わるようになったというよりも、それの虜になってしまった。そして彼がカーテンを下ろした部屋の真っ暗な夜の中で、横になって点々反則していると、エンフィールド氏から聞いた話が一連の幻灯の絵巻物となって、彼の心の前を通っていった。夜の都会を一面に照らしている街灯が現れる。次にどんどん足早に歩いてゆく一人の男の姿。次に医者のところから駆け戻ってくる子供の姿。それからその二人がぶつかり、人間の姿をした悪鬼が踏み倒してその泣き叫ぶのを気にもかけずに通り過ぎてゆく。それからまた、豪奢な邸宅の一室が見える。そこには彼の友人が眠っていて、夢を見ながら微笑している。するとその部屋のドアが開かれ、ベッドのカーテンがさっと引きのけられ、眠っている友人が呼び起こされる。そして見よ、その傍らに一人の男が立っている。その男は権力を与えられているので、そんな真夜中でも、友人は起き上がってその命令を聞かなければならないのだ。この二つの場面に現れる男の姿が、夜通し弁護士の心につきまとった。そしていつでも彼がうとうとと眠りかけさえすると、寝静まっている家々にその姿が、一層忍びやかにスーッと入ってきたり、または街灯の灯った都会の広い迷路をその姿が一層早く、めまいがするほどにも早く駆け回り、街角という街角で女の子を踏みつぶして泣き叫ぶままにして行ったりするのが見えるのであった。それなのにその男には彼が見覚えられる顔というものがなかった。夢の中でさえその男には顔がなく、あったにしても見ようとすると目の前で溶けてしまうのであった。こんなわけで弁護士の心の中に本当のハイド氏の顔を見たいという異常に強い、まるで法外な好奇心が湧き起こって、ずんずん大きくなってきたのである。もしただの一度だけでもその男を見ることができたなら、大抵の不思議の事故というものがよく
調べてみればそうであるように、この不思議もはっきりしておそらくすっかりなくなってしまうだろうと彼は考えた。友人の奇妙な好みまたは束縛、どちらに行ってもいいがに対する理由、またあの遺言書の驚くべき文句に対する理由までもわかるかもしれない。それに少なくともそれは見ておいて損のない顔であるだろう。慈悲心を持たない人間の顔であり、それを見ただけであの安っぽく感動しないエンフィールドの心に忘れられない憎悪の念を起こさせたような顔であるから。その時からだった。アッタソン氏が商店の並んでいる例の横丁にある例の戸口のあたりへ始終行くことになったのは、執務時間前の朝でも、事務が忙しくて暇が少ない昼時でも、霧のかかった都会の月光に照らされている夜でも、昼となく夜となく人通りの少ない時でも多い時でも、弁護士の姿はその定めの見張り場に見出された。彼がハイド氏なら俺はシーク氏になってやろうと彼は考えていた。そしてとうとう彼の忍耐は報いられた。からりと晴れ渡ったある夜のこと、空気は霜を結ぶぐらい寒く、街路は舞踏室の床のようにきれいで、街灯はそれを揺るがす風もないので、光と影の模様をくっきりと描いていた。商店の閉ざされる十時になると、その横丁はひどく寂しくなり、四方八方からロンドンの低いなるような音が聞こえてはくるが、大変静かになった。小さな物音でも遠くまで聞こえた。道路のどちら側でも、家々の中から漏れてくる物音がはっきりと聞き取れた。そして通行人の近づいてくる足音は、その当人よりもずっと前から分かった。アッタソン氏はその見張り場へ来てから数分経った頃、あの変な軽やかな足音が近づいてくるのに気がついた。前を見張りをしているうちに、彼はたった一人の人間の足音でも、その人間がまだずっと遠くにいるうちに、市中の騒々しいどよめきから突然にはっきりと聞こえてくるあの奇妙な感じにもうとっくに慣れていた。しかしこの時ほど彼の注意が鋭く引きつけられたことは前には一度もなかった。それで今度こそはどうもそうらしいという強い迷信的な予感を抱いて、彼は路地の入り口へ身を潜めた。足音はずんずん近づいてきて、町の角を曲がると急に一層大きくなった。弁護士は入り口から伺うと、自分の相手にしなければならぬ人間の風体がすぐに分かった。小男で地味な服装をしていて、そんなに遠くから見てさえも、その男の顔つきはどういうものか弁護士にはひどく気に食わなかった。しかしその男は近道をするために道路を横切ってまっすぐに戸口の方へやってきた。そして歩きながら我が家へ近づく人のようにポケットから鍵を取り出した。アッソン氏は進み出て通り過ぎようとするその男の肩にちょっと手を触れた。ハイドさんですね。